ただいまより、ビファーレン長崎2021シーズン新体制発表会を開催いたします。本日、司会を務めさせていただきます。現在、NIB 長崎国際テレビで毎週土曜日午前9時25分から放送しています、ビファーレン長崎の応援番組、オールビファーレンで MC を担当しております、NIB アナウンサーの松田大我と申しします本日は皆様どうぞよろしくお願いいたします。 そして本日は、ファン、サポーターの皆様に、この新体制をお披露目したく、ビファーレン長崎の公式 youtube チャンネルにて、ライブ配信を実施しております。ご了承ください。それでは本日のスケジュールをご案内いたします。本日は、社長より挨拶2021シーズンスローガンの発表、テクニカルダイレクター、そして監督の挨拶の後トップチームのテクニカルスタッフを紹介し、質疑応答となります。 そしてその後レイアウトの変更を挟みまして2021シーズン全選手の背番号の発表の後新加入選手の紹介をし再び質疑応答の時間を取らせていただきますなお新加入選手につきましては桑崎優也選手が大学の全国大会の出場の都合上本日は VTR での参加となっていますなお写真撮影につきましては記者発表の終了後に フォトセッションの時間をお取りしております。皆様、よろしくお願いいたします。それでは、早速ではございますが、代表取締役社長、高田春奈より、クラブを代表してのご挨拶、並びに2021シーズンのスローガンを発表いたします。よろしくお願いいたします。えー、本日はお忙しい中、えー、記者様におかれましては、あの。 こちらののスタジオの方にお越ししいいただきままありがとうございますそして YouTube をご覧の皆さんも平日にもかかわらずたくさんご覧いただいてありがとうございます昨シーズンはもうすでに何度もいろんな場所で振り返りをしておりますように勝ち点80を取りはしたものの J2 リーグ3位という成績で昇格ならず今シーズンも J2 で戦うことになりました。 まあそちらに関しましてはあの私たちの力不足というところでファンの皆様には大変、えー、がっかりさせるシーズンとなってしまったんですけれども今シーズンはまた、えー、昨シーズンの反省点を踏まえてグレードアップをして必ず J2 優勝 J1 昇格を果たしたいと考えております。昨シーーズンンが終わりましした後、えー、監督ののの交代に伴いいスタッフ陣の新しいメンバーの えー、もう集まってもらいましてと今日その新しい体制でどういう体制で戦っていくのかというところを発表させていただきます私自身も非常にワクワクをしておりましてその気持ちを皆さんと共有できることを大変嬉しく思っております そして選手に関しましては、えー、ほとんどの多くのメンバーが昨シーズンと同じ布人で臨むことができるようになっておりまして、まあ、そのこともすごく嬉しいことですし、えー、立ち上がりという面でもあのアドバンテージになるのではないかという,ふうに考えております。ままた新しくく加わるメンバーも、もすごく、えー、これまでのキャリア、えー、実力ともに、 えー、とてもいいメンバーが揃っていると思いますのでそちらに関しましても後ほどのご挨拶楽しみにしていただければというふうに思っておりますまたあ,のあと2選手、えー、挙手が発表できていない状況ではございますけれども選手たち一人一人にとっては非常に重要な人生の選択にもなりますし私どもにとりましても形状非常に重要な、えー、判断が必要になるというところもございまして 丁寧に進めさせていただいておりますので、えー、もうしばらくお待ちいただければというふうに考えております。えー、ま経営の面で申し上げますと、今シーズンも J2 で戦うことによって、まあ、いろんな面での収入の収入の部分が元々期待していた部分よりも落ちてしまうというところに関しましては、否めないところです。 新型コロナウイルスの影響もありまして、経済的にも日本全国、打撃を受けている中で、スポンサーの皆さんも大変苦しい状況で経営をなされています。そういった中でも、ビファーレン長崎を応援したいと言ってくださる企業様、そして応援をすることによって、長崎を元気にしたい。 またそちらで働かれる従業員の皆さんを元気にしたいお客様を元気にしたいというふうに賛同していただける皆様に来シーズンサポートしていただくということもしていただこうとしておりますまた長崎県におきましても新型コロナウイルスがの感染が拡大している状況の中で長崎県長崎市をはじめ本当に多くの自治体の皆様が今その対応に追われているところと思います 私たちも J リーグクラブとしてタウン活動地域活性というところに貢献していきたいという思いがありますのでその面でも私たちが少しでも長崎県を元気にすることのサポートができるように今シーズンも頑張ってまいりたいというふうに思いますまそういった思いを込めまして今シーズンのスローガンを考えましたので早速ですがそちらの方を発表させていただきます 2021シーズンのスローガンは全力で引かれ Keep on shining for the future という言葉にさせていただきました全力でという言葉は私たちの平和活動のスローガンでもあります愛と平和と一生懸命の一生懸命というところにかかってくるかと思います長崎県の県民性であったりビファーレン長崎のサポーターの気質として 本当に温かい愛情で包んでくださる応援をいつも私たちは背に受けてますけれどもそれにお答えできるよう一生懸命戦うということも私たちの使命として考えておりますその部分を全力でという言葉に込めておりますそしてかれという言葉はあまりこう普段使わないような言葉ですけれども全力で戦うでも全力で走るでも全力で輝くでもなく 「全力で光れ」という言葉にしましたのは私たちが長崎県にとっての希望の光となれるようにそして全国にその光を放っていけるように主体的に能動的に光っていこうという気持ちを込めて「全力で光れ」という言葉にいたしましたこの間に入っている光のモチーフは「V」という言葉が集約されています 私たちはビフハーレ長崎という存在が私たち選手スタッフ社員だけではなくてファンサポーターの皆さんを中心としたステークホルダーで成り立っているものというふうに考えておりますその部位が集約して光を放すことができるというふうに考えておりますサブコピーとして Keep on Shining for the future という言葉を掲げておりますけれども私たちは2024年に 長崎市内にスタジアムを中心としたスタジアムシティを作っていくプロジェクトを掲げておりますその未来に向かって輝き続けるということそして子どもたちを中心として未来に向けてこのサッカーができる喜びサッカーから今を生きる楽しさを感じていただけるような社会を作っていきたいという、まあ、平和への思いも込めて キーポンシャイニングフォーダー・フューチャー、未来に向けて輝き続けるという言葉をサブコピーにしております。こういった言葉で私たちも今シーズン一年駆け抜けたいというふうに思っておりますので、ぜひファン・サポーターの皆様、そしてあらゆるステークホルダーの皆様、力を貸していただきたくよろしくお願いいたします。私の方からは以上です。ありがとうございました。続きまして。 テクニカルダイレクター竹本義行よりご挨拶申し上げますよろしくお願いいたします皆様こんにちは、えー、今日は遠くまで、えー、お忙しい中お越しいただきました記者様 誠にありがとうございます、えー、そしてこの番組を楽しみにしている方々、えー、YouTube でご覧の方々本当に、えー、ありがとうございます感謝申し上げます昨年は J1 昇格という目標がありましたがそこに達成することができず大変申し訳ない 昨シーズンのところを踏まえ今シーズンどのように戦っていけばいいのかそういったところを検証し今シーズンの強化方針を皆様の前に発表したいと思っております。 はい、えー、2020シーズンはパッションアクションスローガンのもと情熱を表現し行動に移せる J1 基準の選手たちを招聘しました、まあ、結果として数多くの選手が得点に絡みチームとして底上げを果たすことができましたしかしながらファンサポータースポンサーの皆様の多大なるご支援を 受けたにもかかわらず、まあ、J2 リーグ3位となり J1 昇格を逃す結果となりました J2 優勝までの勝ち点4を埋めるため昨シーズンの継承いたしました開幕ダッシュは成功したんですけども9月の8試合未勝利勝ち点5特に22節と 二十三節の福岡戦、徳島戦で勝ち点を得ることができませんでした。ここは。上位との開きを大きくしてしまった原因の一つかなと考えております。昇格チームと比較して。先制点を取る試合が少なかった。まあ、先制しながらも同点に追いついてしまったと。そういったところが。 やはり勝敗に大きく響いたなと考えております特に攻撃回数は福岡は堅守と言われてましたが図のように福岡はかなりの攻撃回数を120回ですね行ってましたただ長崎の方は104とやはり攻撃回数の構築ができず まあシュートを打っても枠内が捉えられなかったというところでこの辺りも改善していきたいなと思っております。昨シーズンスタートメンバーの六十試合出場率ということが我々の選手にとっては四試合あ四人六十試。 以上の試合出場率を誇ってましたしかしながら徳島福岡は中心となる選手が60%以上出場したということは9人と8人と我々よりやはり軸が大きくあったとで長崎としては若手の成長にもつながったターンオーバーを使ったんですけども やはり軸が定まらなかったというところはチームに成熟度が足りなかったというところがれております。そういったことを踏まえ昨シーズンの課題先制しながらも勝ちきれない追いつかれる攻撃回数が少なく枠内シュート率が低いメンバーの固定性が低く成熟度が低い そういったところを改善すべく強化方針としてこの3つを挙げさせていただきましたまずは積み上げの継続ができる監督の任命去年のた戦い方がすべて悪かったとは思いませんやはり継続して積み上げていくものが大切だと思い吉田監督に内部昇格を託しましたそして2番目の攻守の課題を埋める補強 まずは既存の選手がしっかり残って皆さんと一緒にまた J1 に行くという思いを持った選手が今シーズンしっかりと残ってくれましたこれが最大の補強だと考えておりますそこに少し足りないところを補強させていただきましたまた3つ目、ミディカル体制の強化やはり シーズン通しして過密日程もありました怪我人が多くメンバーをうまく組めないところもありましたそういった怪我の予防も含めメディカルを強化しチームにバランスを欠かさないようにしっかりと体制を整えていくとこの3つを今回強化方針として 上げさせていたただきました目標はとにかく J1 基準のチームを作って J2 で優勝するそして J1 昇格するというところになると思います今シーズン簡単なリーグではないと J2 リーグは簡単なリーグではないと思っておりますのでここは本当に吉田監督とフロント 一緒になりまして、しっかりと戦い、12月の最終節には昇格ができているということを皆さんと分かち合えたらなと思っております。私から以上になります。ありがとうございました。続きまして、2021シーズンより監督に就任いたしました吉田 高木よりご挨拶申し上げます。よろしくお願い致します。え皆さんこんにちは。えー、今シーズン指揮をとることになりました吉田高木です。えー、まず今シーズンの目標ですが、ジェンワン昇格もうこの一つだと思います。えー 今シーズンどういうサッカーをするのかって言いますと、攻守にアグレッシブなサッカー、そして攻守に主導権を握るサッカーをしたいと思います、えー。僕のサッカーのフィロソフィーとして、サッカーボールっていうのは誰も誰のものかというと、これは我々のものだっていうフィロソフィーを持ってます。攻撃はボールをだから大切にするし。 守備は、奪われたらすぐに奪い返す、そういう見ている人がワクワクするような、そういうサッカーを今シーズン目指していきたいと思います。一年間、よろしくお願いします。ありがとうございました。そして今シーズンはテクニカルスタッフを新たに4人迎えて戦ってまいります。 そのスタッフを紹介させていただきますそれではスタッフの皆様ご登壇ください佐藤和樹ヘッドコーチ村上雄介アシスタントコーチ井出太子ゴールキーパーコーチ 出口拓磨分析コーチ吉光きフィジカルコーチすすみません失礼いたしましま吉光俊樹フィジカルコーチ早川直樹コンディショニングコーチそれでは 佐藤ヘッドコーチからご挨拶をお願いいたします皆さんこんにちは今シーズンよりヘッドコーチを務めさせていただきます佐藤和樹と申しますこの素晴らしいクラブにクラブと仕事が一緒にできることになったことを本当に嬉しく思っています先ほど監督もおっしゃってましたけれども J1 昇格ここに向けて熱量を持って頑張っていきたいと思いますよろしくお願いいたします ありがとうございました。続きまして村上アシスタントコーチお願いいたします。こんにちは。今年からアシスタントコーチさせていただきます。村上祐介です。17年の昇格の雰囲気を立場は違いますけど、今年はスタッフとしてあの一体感を作り出せるようにやっていきたいと思います。あとは。 監督をしっかりサポート全力でサポートすることが私の仕事だと思うので、えー、J1 昇格に向けて頑張りたいと思いますよろしくお願いしますありがとうございました続きまして井出ゴールキーパーコーチお願いいたします、えー、こんにちは、えー、ゴールキーパーコーチを務めさせていただきます井出大志と申します、えー、強い覚悟を持って、えー、J1 昇格のために、えー、尽力したいと思っておりますよろしくお願いいたしますありがとうございました 続きまして出口分分析析ココーーチチお願いいいたたししままますすめましててを担当させていただきます出口卓馬と申します、えっと。まずはここで仕事をさせていただくチャンスをくださったクラブだったり信頼してくださった監督のために全力を尽くすということを言いたいのと、まあ、昨年、長崎は3位だったということで、まあ、このクラブで働く責任の重さというものを感じていますので。 えー、まあ全力で一年間頑張りますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして吉光フィジカルコーチお願いします。はじ、えー、めまして、えー、フィジカルコーチの吉光俊樹と申します。えー、私はあのまあ新任ではなくて、えー、今シーズンで五、えー、年目のシーズンを長崎で迎えさせていただきます。あのフィジカル面のあの課題というのは数多くあのあります。それを 一つ一つ丁寧に改善しまた向上させながらあの選手たちがピッチで躍動できてそれを見てファンのサポーターの方々が見に来てくださった方々がなんか元気とか勇気をもらって帰っていただけるようにそんな動きというかあの選手のパフォーマンスをみんなで作っていきたいなと思ってます。吉田,コーチをあ吉田監督を全力ででサポートして、えー、みんなで 現場スタッフ、えー、皆さんと一体感を一体感を持ってあの前に進んでいけたらなと思ってます、えー、よろしくお願いしますありがとうございました続きまして早川コンディショニングコーチお願いしますこんにちは、えー、コンディショニングを担当する早川です、えー、私も今年で三年目になりますあの毎年、えー、同じ言葉を繰り返しているような気もしますが、えー、今年こそという強い気持ちで え監督以下、コーチングスタッフ、チームスタッフそしてクラブの、えー、スタッフの皆さんと、えー、一丸となって昇格を目指したいと思います今年もよろしくお願いしますありがとうございましたそれでは最後に吉田監督一言お願いいたしますえ素晴らしいスタッフが揃ったと思います、えー、コーチ陣、えー、スタッフ、みんな一丸となってですね そしてクラブが一番となって自分たちの目標に向かって戦っていきたいと思います。ありがとうございました。それでは質疑応答に移らせていただきますので、スタッフの皆様は退出の方をお願いいたします。 なおこれより質疑応答の方に入らせていただきますが、質疑応答の方は社長の高田春奈、そしてテクニカルダイレクターの竹本、監督の吉田の3人で質問を受けたまりたいと思っております。それでは質疑応答に移ります。ご質問がある方は挙手の上、その場で社名とお名前を言っていただきまして、ご質問の方をお願いいたします。いかがでしょうか。 長崎新聞様長崎新聞の中島と言います今年もよろしくお願いします吉田監督に質問です吉田監督は昨年コーチとして関わっていらっしゃいましたけどその時にどのような役割を主に任されていてまあ格監督奨格という形になって去年の経験ってどのように生きると考えていらっしゃいますか えー、昨年、コーチとして手倉森監督を支えてきたんですけど役割としてはまずは、えー、若い選手とかそういう選手たちの、えー、指導とあとは全体としては戦術的な部分は、えー、コーチ陣で話し合いながらできたので自分のやりたいサッカーっていうのを、えー、前監督と話しながら昨年は、えー、やってました。えー 今年にどううそれが生きるかっていう、えー、今シーズン、ベースは、えー、昨年積,め積み上げた戦術とかサッカーとそこまでは変わりませんっていうのは自分も思い通りに昨年ができたのでそれをどういうふうに自分流にこう針を振るって言いますかこうもっとこう自分のスタイルを増していくベースをもとに増していくっていうのが今シーズン大事かなと思っています。 次に、えー、昨年の反省として、えー、外国人選手、まあ、十分に生かしきれていなかったかなという点があると思うんですけれども、まあ、吉田監督、神戸で、えーまあ、名だたる外国人選手を率いたという経験あると思いますけれども、まあ、個性が強い選手たちチームに融合させるために必要なことってどういうところだとお考えですかま,あまずはあの日本人だろうと外国人だろうと。 ベテランだろうと若手だろうと人と人と接しているというところが大事だと思います、えー、なので、そういうしっかり自分の感情も相手の感情も理解した上でリスペ,リスペクトした上でえで、ー、チームというのを作っていきたいなと思ってますコロナで、えー、外,国外国人選手キャンプ合流遅れると思うんですけれどもそこら辺の懸念材料というのはどうでしょうか。そうですね、まああのー コロナっていうのはもう仕方ないと思いますので、えー、しっかり国と J リーグのルールっていうのを守ってその上で最高のコンディションに持っていけるようにで戦術理解もできるように、えー、自分自身もやっていきたいと思いますもう一つ、えー、今シーズン4チーム降格っていう、えー、特例のルールになります、まあ、上位争いする前提だと思いますけれども そこも含めてリーグ全体にこの4チーム降格というのが及ぼす影響というのはどう考えてますか、えー、少し下位のチームの戦い方が、えー、昨年と変わってくるのかなというふうに自分は見ています。というのは下位、えー、のチームは昨年は降格がなかったのでより自分たちのスタイルを強化したり攻撃的なスタイルで来たチームは多かったと思うんですけどやはり現実的に4チーム降格ということで 順位が下位になってくるチームっていうのは守備的になってきたりっていうのがある,あると思うのでそこを、えー、自分たちとしてはどう崩していくか昨年積み上げたポゼッションとかそういうビルドアップっていうのはいい部分はたくさんあったと思うんですけどそこから先どう崩すかっていうのを、えー、チームとして統一してやっていきたいと思います。ありがととうございますすこれれ最後の質問になるんですけれども、まあ、吉田監督と 竹本さんも関わる部分かなと思いますあの先ほどまあコンディショニングケアの部分っていうところのえ体制強化っていうところをおっしゃってましたけれどもそういう意味で今年どういう手を打っているのかっていうのを説明いただきたいのっていうのとまあえコンディショニング以前にキャンプの土台作りで何か見直すような点っていうのがあるのかどうなのかっていうところを教えてください。 まず、えー、怪我の部分だったりコンディショニングの部分ですけど昨年に引き続きコ、えーチ陣というのはそこの部分は変わってないですしメディカルスタッフは多少クラブとして交代、えー、はあったんですけど、まあ、そこはしっかり自分とコミュニケーションをとって、えー、なるべく怪我をしても再発しないようにということを、えー、とにかくコミュニケーションをとってやっていきたいと思います。 えー、ちょっとフィジカルトレーニングの面でなんか見直す面があるのかどうなのかというのはどううでしょうかまあそこも日々、選手の、えー、コンディションとか見ながらコミ,コミュニケーション、コーチ陣、選手と取りながらもっとやっていいときはやればいいと思いますしちょっと抑えた方がいいときはけがをしないために抑えるというそういうコミュニケーションが大事になってくるかなと思っています。もう一点はその コンディショニングの体制の強化というのはどういう部分が、えー、クラブとしてあるのかというところを聞きたいんですけどまあこれは監督の僕というよりは竹本さんから話してもらったほうい、えー、そこについてはですね、えーっとまあ、昨年までは3人体制というところのトレーナーでしたが今年は4名、えー、ということで1人追加しました。 でそこに対しての目的というのはやはりあのいろんな目でいろんな角度で選手のことをしっかり見ていこうというところで一、えー、人増員して、えー、漏れがないようにあの選手の状態を常に監視できるようにあ監視というとあれですね観察できるように、えー、させていただきましたそこが強化の一つのポイントだと思います、はい、ありがとうございました。その他いかかがでしょうか フリーランス藤原すまず、えーと、吉田監督にお聞きしたいんですけれども、えー、これからキャンプに入って開幕までのトレーニングを行うわけですが、こう段階というか、評価の方向性や、まあ、プロジェクト、そういったもの、どういった部分に考えられてますでしょう、えー、まず、キャンプに行くまで3日間、えー練習えー、長崎で練習を積んでます。 えー、そして1次キャンプは、えー、1月31日まで沖縄を予定してましてそこでは主に、えー、コンディショニングど以前のコンディションに戻していくというフィジカル的な要素が多くなってくると思いますもちろんその中には戦術も入ってくるんですけどどちらかというとフィジカルのコンディションを戻していく2次キャンプの宮崎からは。えー 実践形式が多くなっていきますし戦術理解をより深めていくというところになっていくかなと思ってますそういったこうトレーニングを行う上で監督の方から直接こう選手たちに何かメッセージであるとか求める部分というのはどうういったたお話をされましたでしでょうえと今はまだ指導したばっかりですので、えー、先ほど僕がお話ししたような大きな部分しか話してないですこれからキャンプの 時に、えー、細かいい部分をどんどんん話しててこうと、えー、今思ってますそれから竹本さんの方にちょっにお伺いしたいんですけども、えー、と改めてなんですけどもあの手倉森監督の退任のまあ最大の理由になった部分そしてその上でこの吉田監督を選んで最も期待する部分というのをお聞かせいただけますでしょうか。 そうです、ね、あのー、まあ退任のところの理由としてはまあサッカーのところでメンバー選考であったりあとはまあ試合に臨むところの えーまあ、整合性がなかなか我々と取れなかったとっいうのは事実ありましたで、まあ、ただ、本当に2年間積み上げてきたものがありますし、えー、そこにあの大きく違う方向に舵を取るよりはやはり吉田コ、えーチから吉田監督になっていただいてチームの継続性というところを重点的に考えて。えー 今回、監督の交代ということを決断しましき、はい、今日もちょっと発表があったんですが、まだ選手が、えー、未発表な選手もいますし、契約、今日移籍が発表になった選手もあります、今後の補強方針については、どういったふうなお考えがありますでしょうかそうですあの全体の、えー、先ほどもお伝えしましたが、チームが変わらない。 こととがままず最大の補強だと思ってましてしそこに今足りないピースというのは沖縄キャンプからまた見ていきながら監督ともしっかり相談しながら判断していきたいなと思っておりますし今この現状我々は戦えるメンバーが揃っているとそういった思いがある一緒に戦ってくれる思いがある選手たちが今残ってくれていると。 昨年の J1 昇格ができなかったあの瞬間を今の選手たちは鮮明に覚えていますその思いがやはり今年の悔しさにぶつけてくれるそういった選手たちがわれわれと一緒に戦ってくることでそこが最大のチームの強さかなと思っておりますであと今更新できてない選手というのは えーまあ、名倉選手と、えー、ビクトリー・バルボ選手、えー、名倉選手に関しては、えーまあ、私が、えー、彼と寄り添うことができてなかったとっいうところは、えー、正直ありますで、まあ、契約の更新をするための、えー、話し合いは今も継続して行っておりますですから彼が何が悪いかっていうわけではなく私がすべて、えー、彼に対しての向き合い方が、えー、良くなかった という点が、あの今回の遅れにつながっていると、ただ、あの名倉選手自身も誠意を持って対応していただいてますし。ここに長崎の思いは強く持ってますんで、えー、近々いい発表ができるかなと思っております。で、ビクトリーバルボ選手に関してはえー、今ま,まさにこう。交渉中でえっ、ー、と本当に近日いろんなことが決まってくると思いますので。 その辺またご報告できればなと思っておりますありがとうございます最後に春名社長にお伺いしたいんですけれどもあの新型コロナの影響というのはまだ当分今シーズンも続くと思います経営面運営面かなり負担もあると思うんですけどもその中でこうサポーターにここはぜひ協力してもらいたいなというところがあったらお聞かせくださいもうサポーターの皆さんには本当に あのもう感謝してもしきれないぐらい協力していただいているというふうに思っています。あとは、サポーターの輪を広げていくという部分はあの私たちもあの積極的にやっていきたいというふうに思っていますのであのぜひ皆さんが楽しんでいただいているそのビファーレンの,あの良さを <laughs> 一緒に広げていただけたら嬉しいなと思っていますかますありがとうござしした応援ておりますありがとうございました。 お時間の方少々ですが過ぎておりますので以上で質疑応答は終了とさせていただきますそして写,写真撮影につきましては記者発表の後に時間を設けております次に2021シーズン選手の背番号発表に移らせていただきますこちらのビジョンにご覧ください2021シーズン吉田新監督とともに J1 昇格に向けた後悔に臨むメンバーは背番号1、富澤正也背番号3、亀川雅史背番号4、フレイレ背番号5、鹿山拓真 背番号6、カイオ・セザール背番号7、エジカル・ジュニオ背番号8、磯村亮太背番号9、ケ樫マン背番号10、ルアン。 背番号11、玉田圭司背番号13、加藤勝背番号15、加藤聖背番号16、舞熊誠也背番号17、秋野弘樹 背番号19沢田隆背番号20、大竹洋平背番号21、高際徹背番号22、桑崎優也背番号23、米田 春也背番号24、江川雄星背番号25、新里亮背番号26、二見宏背番号27、徳倉健。 背番号30、徳重健太背番号31、原田岳背番号33、上中朝日背番号34、き月田誠也 背番号12、ビビ君以上、2021シーズンはそれぞれこの背番号を背負ってピッチで戦います背番号は選手のユニフォームやタオルマフラーにもプリントされますのでぜひファン、サポーターの皆様もこの背番号を背負って一緒に戦ってもらえたらと思います なお質疑応答でも出ましたが名倉匠選手そしてビクトルイバルボ選手につきましては決定次第お知らせいたしますそれでは続きまして2021シーズンより加入する選手の紹介に移ります新加入選手の皆様ご登壇ください 確かな足元の技術と高さを兼ね備えたディフェンダー、新里亮、J リーグ通算109ゴール、実績十分のエースストライカー、戸倉健、シュートストップに秀でたゴールキーパー、原田岳。 リファーレン長崎アンダー18からトップチーム昇格を果たした期待のルーキー佐だ田誠也なお、桑崎優也選手は大学の全国大会出場の都合上今日は VTR での出演となりますそれでは今日は色紙の方に今シーズンの 意気込みもしたためていただいておりますが、えー、まず一人ずつ今シーズンの意気込みを話していただければと思いますまずは新里亮選手お願いしますはいはじめまして新里亮です、えー、個人的にはもうベテランの域に入ってきたかなと思ってますけどまだまだ成長できると思ってますしその成長がチームと共にあれば最高だなと思いますまた長崎県の 発展にもこのビファーレンというチームは大きな力になれると思いますし結果でその姿を示していけたらなと思いますよろしくお願いしますありがとうございます続きまして徳良健選手お願いしますはい初めまして徳良健です、えー、もうズバリ J1 昇格、えー、そのために一日一日、えー、自分の持っているものすべてを ヴィ、えー、ファーレンに捧げたいと思っていますし、まあ、僕らが、えー、頑張る、えーまあ、躍動することで、えー、また、えー、いろいろなこうポジティブな影響を長崎県に与えることもできると思いますしやはり今、コロナ禍の中で、えー、スポーツが持っている力というのはやはり、えー、素晴らしいものだと昨シーズンも再確認することができたのでそういった部分でも、えー、しっかり僕自身全力を尽くしてプレーしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 ありがとうございます続きまして原田岳選手お願いします初めまして原田岳です、えー、今年は J2 優勝 J1 昇格に向けて、えー、普段の練習から全身全霊で取り組みます、えー、キーパージの中では一番若いですがひる、えー、まずにガツガツ練習からやっていきたいと思いますよろしくお願いしますありがとうございます続きまして佐月田誠也選手お願いします ユースからトップチーム昇格しました佐々木田聖也です今年はプロ1年目ということもあってここにも書いてるんですけど成長と結果というふうにこだわって選手としても人としても成長してそして結果を出せるように頑張っていきたい,のい,きたいと思っているということとあとやっぱりチームとしてもやっぱり成長して J2 優勝 J1 昇格という結果を残せるように頑張っていきたいと思います。 以上です。ありがとうございます。では最後に本日発表会に出席できなかった桑崎選手からメッセージが届いております。後ろの画面の方に流させていただきますので一旦新加入の選手たちはこちらの方に退出の方をお願いいたします。 2021シーズン新体制発表会にお越しの皆さんはじめましてリバーレン長崎に加入する崎優也です1月21日に大学の全国大会準決勝が行われますそのため今回の新体制発表会に参加できず非常に残念ですですが全国大会で優勝し 強いとパワーを持ってビファーレン長崎に合流できるよう頑張ってきます2021シーズンの目標はスタメン定着と J1 昇格です僕のプレーの特徴である1試合を通してハードワークすること守備力展開力で目標を達成しますファンサポーターの皆さん J1 昇格に向けてともに熱く戦っていきましょうこれからよろしくお願いします倉崎選手は色紙にスタメン定着 J1 昇格の文字をしたためておりました以上で新加入選手の発表を終了といたしまして質疑応答に移らせていただきます 先ほどの質疑応答の際と同様質問の際は社名とそして名前を言っていただき質問の方をしていただきたいと思いますそれでは再び新加入選手の皆様ご登壇お願いしますそれではご質問がある方いかがでしょうかフリーランス藤原さん フリーランスの藤原ですまず徳倉選手にお伺いしたいんですけどもあの先週吉田選監督がの現役時代ビッセル神戸で一緒にプレーしています、確か8年ぶりに同じチームになると思うんですが、まあ、その久しぶりに8年ぶり再開した心境とそれからあの、まあ、当時と比べて吉田監督この部分変わったんじゃないかなとか感じる点あったら教えてください。うーん まあ現役時代のえイメージはあの当時、おそらくタカさんが最年長でチームをこう引っ張りながらえ引退する前の年はえ奇跡の残留をえ果たしまあその立役者となった印象はあの埼玉スタジアムでえアウェーのレッツの中で確かタカさん 2, 2点決めたん で僕はその時ベンチ外だったんですけどあのアウェーですけどこうチームとして結束するために、えー、現場に見に行ってあのすごく本当に感動したのを覚えてます。あとは、えーまあ、引退する年こう引退試合でスピーチしたときのなんかタカさんがこう人前でこうすごく熱いこととか自分の思いを こうしゃべるイメージが今までなかった中であの引退スピーチはすごく感動したのを覚えていてまあそこでまあタカさんとはしばらくあの別れたんですけどまあ今回こうやってご縁いただきあの実際に移籍が決定する前もえタカさんからもえ連絡をいただきえ僕自身やはり監督から。 直接そういった連絡いただけるということはあのすごく僕自身もあの選手として立場としてはすごく嬉しいですしあの神戸の時とは立場は変わりますけど一緒に同じまたこう方向を向いて一緒に戦えるというのはすすごく楽しみです、まあ、変わった点といえば、まあ、本当に久々にお会いしたので少ししわが増えたかなという印象はあります。ももうう一点徳選手お伺いいしたいんですけどもう今期はもう 空中戦もう最大限期待されることと思いますご自身の中でまあゴール、まあ、数字的な目安なんかあったら教えてください,い数字は基本的には毎年掲げてはないんですけど、まあ、最低2桁は、えー、っていうのはフォワードの役目だとそれはどのカテゴリーのフォワードにおいてもそれはあると思いますしあのそういった数字にもこだわりを持ちながら、えー、やっていけたらと思っています。 新里選手に次お伺いしたいんですけれどもあの守備について、えー、長崎の守備どの部分にまあ課題を感じて自分が入ることでどういったこうプラスを与えられたらなというふうに考えているかお聞かせくださいうん課題というのは、まあ、そんなに具体的にあれですけど、まあ、本当に慎重 高さのある選手っていうのは、まあ、少ないなっていう印象だったので、まあ、その部分でプラスになれればなとは思いますし、まあ、自分自身、まあ、身長はありますけどそんなにヘディングが強いかって言われるとそうでもないので、まあ、自分の特徴を最大限活かせるようにはしたいですしそれがうーチームの勝利につながるようにっていうのが一番なので。 自分のプレーをこう。どう生かしたいか？というよりは、本当にチームが勝つために自分のできることの中で何をチョイスして発揮していくのかっていうところかなとは思ってます。はい、わかりました。ありがとうございます。で、それから佐々木田選手と原田選手それぞれに同じ質問になるんですけども、もえー、お二人あのまあ、レギュラーを狙ってチャレンジしていく立場だと思います。どういった部分特に見せていきたい。アピールしていきたいと思っているか、それぞれ聞かせてください。 えー、今年のチームはやっぱりビルドアップだったりつなぐ部分を求められると思うのでそこに臆することなくやっぱりビルドアップしてチームの得点に絡めていけたらなというふうには思っていますえ、まあ、自分は、まあ、ボランチをやってて、まあ、本当ビハレー長崎は本当に素晴らしい選手が多くて。 えーまあ、その中でしっかりそういう人たちの、えー、いいところっていうところを、まあ、吸収してで自分の成長につなげてそしてやっぱり一日一日の練習を大切にして、えー、やっぱり一番チームで多分若いと思うんですけど、まあ、自分がしっかり声を出して盛り上げることでチームも少しは、えー、こう活発になってくると思うので,で自分がそうやって声をかけて引っ張っていけるようにでそして試合に出れるようにアピールしていきたいと思います。 ありがとうございました。その他、ご質問いかがでしょうか。長崎新聞、長島さん。長崎新聞の長島です。まあ、徳田選手に質問なんですけれども。まあ、先ほどの新卒選手と同じ質問にはなって。 となると思うんですけど、えー、長崎の攻撃、まあ、いろんな、えー。崩し方発揮してますけど、あえて。えー、弱点っていうか、物足りないなって思うようなところがあったら教えてください。まあ、弱点。 昨シーズンえーその誰でも点が取れるというあまあ誰でも点が取れるというかこういろんな選手がえこう点を取れるという部分ですごく魅力的なチームだったと思いますしそういった部分は大事にしつつもやはりこう攻撃としてのまあ形というか型にはまって取れる形というのもあの困ったときはすごく大事だと思いますしまあそれがセットプレーであり 高さをかかすだったりとか、まあ、自分自身はそういった部分でセットプレーだったりクロスだったりそういった部分でアドバンテージは常に持てると思うのであのそういった強みを僕自身はこう見せながらもちろん昨シーズン同様こう積み重ねてきた部分で自分ができる部分プラスアルファで自分のストロングを生かしていければより攻撃の幅は広がっていくのかなと思っています。 1一列目からの守備という面では何か、えー、チームに貢献できそうだななと思うところっていうのはありますかまだ、えー、立ち上げで、まあ、2日目で、えーまあ、キャンプからおそらく先日の話とかにはなっていくと思うので、まあ、ここで僕が守備でどうできるかという部分は、まあ、細かい部分は話せないですけどあのもちろん、えー、今までキャリアを通じて うんフォワードがどんどんこう守備を求められていく中で、えー、しっかり自分の役割というのが点を取る以外のことというのも、えー、認識していますしそういった部分では、えー、講師において、えー、チームにプラスになると思っていまますすありがとうございますそのほかいかがでしょうか。 NHK 長崎放送局皐月田と言います、えー、選手に伺いたいんですけれども、まあ、地元の出身ということで地元のクラブでプロデビューする今のお気持ちを教えてください、はいえー、自分はやっぱり小さな頃から、えー、このビファーレン長崎っていうのに憧れて、えー、このクラブに入って、えー、かつあの成長させてもらったので、えー、それをこう恩返しするという意味でもやっぱり自分が試合に出て えー、活躍する、そして J1 昇格に貢献するということが大事だと思うので、えー、そういった気持ちを持って、えー、取り組んでいけたらなと思いいますその他かかがでしょうかフリーランス、藤原さん。 徳浦選手、新里選手に特にお伺いしたいんですけど、お二人、いろんなチームでもプレーをしてきたと思うんですけどすでにチーム合流して、全体練習を行ったと思うんですが、まあ、軽めではあるんですけれども、どういったチームだな、どういう雰囲気だなっていうふうにお感じになられましたまあまだ2日目ですけどあの、とにかく全体の雰囲気がいいなっていうのが第一印象で。 あとはこうなんだろう、手を抜く選手がいないっていうすごく僕が大切にしていることを、まあ、チーム全体がこう自然とやっているというのは本当に素晴らしいことだと思いますしその2つが特にこの2日では印象に残っています。 選手が多いですしうーん監督、コーチスタッフの方とも選手は距離近くてすごくいろんなコミュニケーションをとりながら練習もやっているし練習後でもこう声をかけてくれてうーん気になるところとか、まあ、まだ戦術だったりサッカーの部分にはなかなか入っていないですけど、まあ、そういうトレーニングが入ってきても こうたくさんコミュニケーションを取りながらうん本当に全員が同じ方向を向いてプレーしやすいようなう環境、雰囲気作りはすごくしてくれているチームだなという印象は受けました。はいいいありががとううございますその他いかかでしょうか それでは以上で質疑応答は終了とさせていただきます以上をもちましてビファーレン長崎2021シーズン新体制発表会を終了とさせていただきますなお本日の裏側はクラブマスコットのビビ君も来ておりますけれども毎週木曜日にクラブ公式 YouTube で配信しております潜入ビビ君でその裏側を来週配信する予定ですのでそちらもぜひ皆様お楽しみください 改めまして全力でかれキープオンシャイニングフォーザフューチャーをスローガンに正々堂々と戦ってまいりますのでぜひ皆様今シーズンも長崎全体で熱い応援の方をよろしくお願いいたしますそれでは皆様ありがとうございました YouTube ライブは以上で切断とさせていただきますご視聴いただき誠にありがとうございましたアーカイブでも視聴が可能ですのでぜひ 見,逃した方見直した際にもそちらをご覧ください。